サンタプレゼントパークマロースゲレンでは、北海道旭川市にあるスキー場。旭川市街から車で15分ほどの距離にあり、気軽にスキーやスノーボードを楽しむことができる。1999年、2001年、2015年には、国際スキー連盟による、スノーボードワールドカップを開催している。ニコラス展望タワーは、恋人の聖地サテライトに選定されている。また、 夏季はゲレンデをドッグランとして利用している。1969年に三ササイスポーツ産業株式会社が設立し、旭川大場が原産バレースキー場としてオープンした。1985年にはセンターハウスを建設したほか、1987年にはエリア内に遊園地がオープンした。1988年にスキー場と遊園地を 地元の建築資材メーカー、朝日団家株式会社が譲り受けし、サンタプレゼントパークと改称した。1996年には山頂にニコラス展望タワーが完成した。その後、遊園地は期間限定で営業していたが、現在は営業を取りやめている。1980年代までは第二ゲレンデにシングルリフトが存在していたが、 ゲレンデの閉鎖に伴い廃止された。ありがとうございます。